を超えて、今日なんですけど、今日は僕が海外に持ってきたアイテム、前回は包丁編だったんですけど、今回はアイテムを紹介したいと思います。で、前回は包丁編だったんですけど、今回はまあアイテム編ということで、まず僕が何してるかわからない人のために説明すると、僕はもともと料理人で、でワーキングホリデービザを取って今ロンドンに来て、まあロンドンのレストランで働いてます。で、持ってきたアイテムの紹介を今からしようと思って、で持ってきたものをちょっと紹介していきます。で、まず一つ目がこのスパチューラ、ちっちゃいやつ、これを2本。でこれは細かいものとか、まあ今細かいのないんですけど、もうこうなんか物をこう取るときに、まあ結構使うんですよね、こういうちっちゃいヘラを。なんでこれをまあ2つ持ってきてます。で、次と、これわかるかな、これがマイクロスケールって言って、細かい 0.1 グラムから測れる測りなんですけど、まあ、これもあるところとないところとあって、レストランにあって、ないところだともうほんと貸して貸してになっちゃうんで、自分で持ってると、まあ人の使ってる時とか待たなくて済むんで、まあ一応これを持ってきました。今回のレストランでは多分持ってかなくていいと。で、次にこのピンセットで、このピンセットなんですけど、やっぱりなんかこう高級レストランとかって細かい作業がめちゃめちゃ多いんで、このピンセットはもうなかったら本当にこの指だけじゃ本当細かすぎてできないんですよ。なんでこれだけ、これがないと本当に仕事にならないんで、これは絶対に持ってきます。で、なくした時も含めて、まあ種類がちょっと違うんですけど、まあ4本を持ってきてます。これは絶対に必要。次がこの、前回も話したんですけど、ハサミ4つ持ってきてます。で、1つずつ説明すると、これがまあノーマルの僕が好きなやつ、シルキーっていうなんかメーカーなのかブランドなのかわかんないけど、これは結構めちゃめちゃ何でも使えて、ここ先がとんがってて、前も話したんですけど、先がとんがってて、でここまで切れるんで、ちゃんとこれはすごいめちゃめちゃ便利で、これがまあレギュラー僕の中の。
で、これがスモールサイズなんですけど、これがスモールサイズの、これ多分ダイソーで買ったやつなんですけど、これはあのハーブとかをこうちっちゃいのを切ったりとか、まあ枝切ったりとか、まあそういうので使います。これも結構ハーブとか切るときめちゃめちゃ便利なんで、1個は必ず持ってきます。で、これも同じシルキーのやつで、まあ、これはちょっとここが短いんで、まあピジョンとかをちょっとバラしたりとかするときに使うかな、骨を。まあでもこれちょっとここが短いんで使いづらいんで、まあサブとして持ってきてます、僕は。で、次で、これがちょっと分厚いんですけど、これが魚用のやつで、ここがこっち側がめっちゃ引っかかるんですよ。こっち側を下にしてこういう風にこういう風に使っていくんですけど、このハサミは本当指とかこれでガチッと指これでやったらマジで指もちぎれるくらい多分引っかかってめちゃめちゃ力が入るんで、魚の骨を断ち切ったりするのにめちゃめちゃ便利です。これは、まあ、魚のセクションやってる時はこれはめちゃめちゃ重宝するけど、今は、まあ、まず魚やってないんであんまり使わないです。次がこの2種類の2種類の鱗を取るやつ。こっちはあのセレカイっていう会社のブランドか、ブランドのカイっていうやつのセレクト100のシリーズの鱗取りで、これはここに細かいのがついてて、でしかもここで大きいのも取れるんで、まあ、どっちでも細かい鱗もまあいけるっちゃいけるし、大きい鱗も取れる。でこれがなんでいいかっていうと、なんか昔の和食の人とかが使ってるやつってここの部分が取れるんですよ。なんか金色のやつがあって、ここにが木でなってるやつで、あれだとここがスポンって取れて、まあ、結構使いづらかったりするんで、僕はこの一体型の全部一緒になってる一体型がすごいおすすめです。あとこっから腐ってきたりするんで、あの木がこう木が頭の部分と木の部分との接合部分が腐ってきたりするんで、まあ、そういうのも衛生的にも良くないし、まあ、ステンレスのこの一体型のやつすごいおすすめです。で、これなんですけど、わかるかな、細かいブラシみたいな、硬いブラシみたいな感じなんですけど、これはあのバーベキュー あの掃除とかで使うようなこの硬いブラシで、これはあの細かい鱗とか、日本だったら例えば、まあ、タラとかブリとかの鱗をきれいに取りたい時とかはこれがめちゃめちゃ早くておすすめです。これは和食の人に教えてもらったんですけど、これもすごい便利。まああんまり使うことないかもしれないけど、皮ごと魚を使いたい時とかはこれで、まあ、家庭で使う時とかは結構便利だと思います。で、あとこのピンセット、まあこれは別にブランドとかはそんなにないんですけど、まあそこら辺のやつ、まあ一つあったら便利なんで持ってきました。で、あとはこれももう一回包丁の時に紹介したんですけど、ピーラー、これもセレクト100っていう、ここに書いてあるんですけど、セレクト100ってやつで、カイっていうブランドの貝印かなっていうブランドのやつで、でこれの良さはなんかここがちょっと太めに設計されてるんで、こう剥いた時に安定するんですよ。
で、この部分が、この部分が細いやつだと、なんかちょっと安定しなかったりするんで、まあ、あとここのくぼみがめちゃめちゃ手にこうフィットする。で、こういう風に。ここがすごい僕のお気に入り。フィットするんでめちゃめちゃいいです、これは。っていう感じで。で、あとは、このなんか100均かなんかで買った、このロート、なんかこう収縮するようなやつ、これで使えるかなと思ったんですけど、これは多分使わないと思う。なんでかって言ったら、僕らってピューレを、芋のピューレとか、まあいろんなピューレ、人参のピューレとかも使うんですけど、芋のピューレをこういう風に入れた時に、このデコボコ部分に、使ったことないけど、多分くっついて、余分なのがここにくっついて落とせなくなるんですよ、多分。なんで、まあ液体限定になるんで、使いやすくなるっていうのが、多分使わない、これは。これはミステイク。で、あとはこの、栓抜きと缶を開けるやつ。これも一応持ってきました。これもなんかない時あるんで、レストランによって。まあ、一応ちっちゃいやつを持ってきました。っていう感じで。で、あとさっき映像にもあったと思うんですけど、追加で一応必要だなと思って買ってきたのがあって、それもちょっと紹介したいと思います。これ。マジック。で、これで目印をつけてるんですけど、こういう風に。なんでこれが必要かっていうと、絶対に僕らは、こう、なんか袋、これなんか100均で買ったプラスチックのスプーンなんですけど、なんか真空の袋とかってこう、真空にした時に、こう、バチッと真空になったとして、食材を。で、ここに絶対なんか書くんですよ。その、日付とその名前、商品の名前、まあ人参のピューレだったら人参のピューレとかをまあ普通に書くんですけど、それにこのペンが必要で、で必要なんだけど、1本でいいじゃんって思うと思うんですけど、みんな貸して貸してっつって僕がこう貸すじゃないですか。貸した後に絶対帰ってこないです。絶対にこのマーク、こういう風につけて、これは俺のだぞっていうのを目印書いておかないと、本当に持ってくんで、彼らは。悪気ないんですけど、悪気ないけど持ってきます。で、このペンが、まあ、追加購入したやつの一つ目。で、次が、この、フィジシャープナーっていうのかな。まあ、これも多分1500円くらいだったんで、さっきのところで。まあ、これが包丁だとすると、まあ、こういうふうに、ここに引っ掛けて、こう、まあ、包丁についた油汚れを落として、まあ、また切れ味を戻すっていうか、そういうやつなんですけど、まあ、これもあんまり包丁やりすぎると包丁の刃がこうだん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 丸くなってきて、あんまり包丁に良くないんで、まあ一時的なしのぎで使ったりします。その時にその切れ味を戻したいっていう時が絶対あるんで、そのタイミングで使えるように、まあ一応買いました。本当はこれ持ってこようと思ってたんだけど、これは忘れました。ミステイク。で、次、これ。これはもう、みんな、僕の動画見てくれてる人だったら、わかると思うけど、この長い、
トング、いろんなのをこういうふうに掴んだりとか、まあ、あんまり仕込みで使うっていうのはあんまりないかもしれないけど、あのフライ揚げたものとかをの細かいのをこう取ったりとか、まあそういう時に使えます。これも、まあ、別にこれはあってもなくてもいいけど、まあ興味本位で買いました。で、あとはこのスケール、ちゃんと裏に名前も書きました。で、これも結構海外の調理場あるあるだと思うんですけど、スケールってそのセクションごとに1個ずつあるわけじゃなくて、まあ、パティスリーに1つ、調理場に1つとか、数が絶対少ないんですよ。なんで、まあ、高級レストランとかになると軽量軽量軽量で作っていくものもすごいいっぱいあるんで、この量りが取り合いになったりするんですよね。で、量りが取り合いになると仕事がめちゃめちゃ遅くなって、まあ効率悪いんで、かなり効率悪くなるんで、まあ自分の1個持っておくとめちゃめちゃ、うん、はかどる、仕事がはかどる。あとは他のセクションのところに借りに行くのはめんどくさいんですよ、本当に。走って行って、これ貸してくれるっつって、お前ちゃんと返せよみたいな、返すんだったらいいよみたいな感じで借りるのもなんか腹立ってくるんで、もう自分の一つ買いましたっていう感じで、まあこんな感じで、調理道具の説明は終わりなんですけど、まあ、多分これから海外に行ってレストランで働いてみたいとかっていう人もそうだし、まあ、家庭でもっと料理を勉強したいとか、こういうアイテムのことを少し知っとくと仕事がはかどったりとか、料理がスムーズに作れたりすると思います。っていう感じで、今日の動画は料理道具、持ってきた道具と追加で購入した道具の、紹介でした。っていう感じで、もしこの動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。っていう感じで、あとこのなんか道具を買いに行く時とかの様子とか、そういうのを、まあ、たまにインスタのストーリーとかに上げてるんで、まあ自分でロンドンで写真撮るのも好きなんで、ロンドンの写真とかも上げてるし、まあ普段の様子とかたまに上げたりするんで、まあもし興味がある人がいたらインスタグラムの、フォローもよろしくお願いします。っていう感じで今日の動画は以上になります。ありがとうございました。